Google マップローカルガイドレベル7のミーが紹介する北海道のいいところ。今回紹介する場所は小樽にある北一ホールというお店。特製ロイヤルミルクティーや北一ガラス特製のソフトクリームが売りのお店。石油ランプが置かれてヴィンテージ感漂う空間でご飯を食べることができるんだにゃ。テーブルもすっごいおしゃれで、デートとかでお茶するのにもっとこの場所にゃ。ぜひみんな来てくれにゃ。Google マップローカルガイドレベル7のミーが紹介する北海道のいいところ。今回紹介する場所は中水物、寿都にある3台の風力発電。寿都海岸沿いにあるこの風力発電は、実際にかなり近くまで来ることができるのにゃ。砂利道を進むと、目の前に雄大な景色が広がるのにゃ。人と撮るもよし、ミーと撮るもよし。迫力満点の風力発電を見たい方、ぜひ行ってみてくれにゃ。Google マップローカルガイドレベル7の2が紹介する北海道のいいところ。今回紹介するところはのっぽろ森林公園。ここはすごいのにゃ。北海道100年記念塔とかいうとこでっかい塔があるのにゃ。あとは北海道博物館とかもあってすごい、中もおしゃれなんだにゃ。あとはモニュメントとして大地の手と呼ばれるすごい無数の手形があるモニュメントがあるんだにゃ。興味ある方ぜひ行ってみてほしいのにゃ。Google マップローカルガイドレベル7のミーが紹介する北海道のいいところ。今回紹介するところは天の山口のバッタ塚。ここはすごいにゃ。バッタがすごい昔、北海道で大量発生した時にバッタを減らすためにいろいろこうバッタを殺しちゃったりしてちゃったのにゃにゃ。その根絶を願って建てられたものがこのバッタ塚。これは札幌市が唯一指定する史跡になっていて、ぜひみんなには行ってみてほしいのにゃ。Google マップローカルガイドレベル7のミーが紹介する北海道のいいところ。今回紹介するところは、あえの里にある、モエレ沼公園。ここはすごいにゃ。ガラスのピラミッドとか、すごいモニュメントがたくさんあるんだにゃ。モエレビーチとかもあって、ファミリー層にもすごいおすすめの公園なんだにゃ。夏には花火大会も開催されているのにゃ。みんなもぜひ、行ってみてほしいのにゃ。芸術を振りたい方、行ってみてくれにゃ。Google マップローカルガイドレベル7のミーが紹介する北海道のいいところ。今回紹介するところは石狩にある佐藤水産サーモンファクトリー。ここはすごいにゃ。海鮮丼とかすごい美味しくて、中の売店とかも本当に新鮮なものしか売ってないんだにゃ。あとはサーモンのモニュメントとかすごい写真を撮るスポットとかもあるから、ぜひドライブに疲れた時は行ってみてくれなのにゃ。Google マップローカルガイドレベル7のミーが紹介する北海道のいいところ。今回紹介するところは平岡樹芸センターミドリーム。ここは紅葉の名所というところでミーが行ったんだけれど、すごいのにゃ。植物の数が半端ないのにゃ。ここで有名なのは野村もみじという植物のトンネルがあること。いろんな植物がいろんな木があって、池とかもすっごいおしゃれなのにゃ。ぜひぜひみんな行ってほしいのにゃ。紅葉すっごい綺麗だにゃ。Google マップローカルガイドレベル7のミーが紹介する北海道のいいところ。今回紹介するところは、先の鈴蘭丘陵公園の中にある足利別の滝。紅葉の 見頃の時期に訪問したんだけど、やっぱりすごいのにゃ、ここは。すごいのにゃ。滝と紅葉がすごい、降りなってすごい綺麗なのにゃ。渓流口の駐車場から 1.1km ぐらい。その道中の道もすごいにゃ。紅葉がな、落葉がいっぱい落ちてるのにゃ。ぜひ鈴蘭公園、ぜひ鈴蘭、ヤギだけの鈴蘭丘陵公園に来た時は立ち寄ってみてくれなのにゃ。 Google マップローカルガイドレベル7のミーが紹介する北海道のいいところ。今回紹介するところは岩見沢にある大地のテラス。ここはすごいにゃ。すごいのにゃ。木を使った温かいインテリアも印象的だったし、料理に関しては豚肉とかローストビーフ、ブラジルソーセージ、豚肉のローストもすごい大満足の一品だったのにゃ。ランチに関しては予約することはできないけど、ディナーは必ず予約しないといけないオーナーの方、ありがとうございましただったのにゃ。